皆さん、こんにちは。今回も、ソロカオスをケテッペシからベケベケにしていこうかと思うんですけど、今回倒そうと思っているソロカオスのボスはですね、カオススティーブン・ジョブズみたいなやつなんですけど、粘着してるやつなんですよね。年金生活を送っているベトベトのやつなんですけど、そいつやっていこうと思うんですけど、正直俺では倒せるかわかんないんで、もし、もういくらやっても倒せねえってなったら、一旦ちょっと飛ばして、この195からケテッペシからベケベケにしていこうかと思っているんですけど、もし、倒せなかったら、倒せなかった動画をあげるんで、ひたすら俺がこの怪物にボコボコにされるっていう動画、ネタとしてね、受け取っていただきたいですけど、で、正直、動画にしようと思ってるけど、まだどんな編成にしようかっていうのが固まってなくてですね。凸風モッドが、2枚あると。で、凸風のバーストが、2枚あると。で、それぞれ弓1枚、槍1枚ずつと。いうことで、表セットを、槍か。槍を主軸に戦おうと思っていてですね。これが、貫突してないんで、あ、でも3000超えるんだ。一応ですね、スキル力3000超えるバーストがあるんで、これを主力にして戦っていこうかと思ってはいるんですけれども、なんかちょっときつそうな雰囲気があって、弓は主力武器にならなそうなので、弓セットの方をスタ削りにして、で、バーストの、モッドじゃなくて、バーストの方に刻印を載せたいので、刻印はちょっと遅めのやつが良くて、ちょっと今マイクのあれ変えました。あ、そう、凸弱点の敵なんで、これは小春に持たせてもいいかもしれないし、あ、でも回復とかそもそも意味あんのかな？なんか瞬殺される感じがある。探検だとちょっとモーション早すぎる感じがするので、キンジャンザンだから、槍、とりあえず一旦、あ、またインゴットミスる可能性あるんで、一旦槍、なんでもいいんで槍セットにして、で、槍がなんか熟練インゴット入ってる、もしかして。なんかこの機会に一気に 槍の超強い印って作ろうかと思ったら、ほぼお金がないですね。コル35万と。槍がね、ボーナス2倍なんで、正直、ガオウの2つ上のね、あれ、マキナの上ってなんだっけ、ゲイルだっけ、にしてもいいと思ったんですけど、ちょっと、ゲイル作れるだけのコルが、ないんで、コル貧乏ですね。だいぶこれ、ちょっと一旦、あれだ、マイクテストしてないんだ。一旦マイクテストしよう。一旦 編集でなんとかつなげるか。一旦切ります。今編集でなんかつながってると思うんですけど、今ね、ちょっとね、もう一回ゲームをじゃねえや、画面録画を一旦終わらせて、あー、待って、コルがない 熟練インゴ外せない。待って、嘘だろ、金がなさすぎる。
やばいやばいやばい、待って、お金稼ぐところ見せる動画になっちゃうよ、やめて。マジでインテ武器なんか売るか、センチュリオンソード G3 売るか、センチュリオンソード星3以上のアイテムが含まれてます。どういうこと、センチュリトワイライト、これいらなそうだな、もうなんかいらなそうだな、アタックいらんくね、これ売るか、もうなんか売ろう、なんか売ろう、アイテムなんでこれさ、売るところさアイテム売るところ視聴者に見せたところでさ、あ、コル袋とかあるかな、コル袋、あ、あるじゃん、これ95売ろう、95いくらになる、あ、すげえすげえすげえ、よし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 、これで槍、で風が俺を呼んで、あ、風の二人語ないのか、風、あれ槍って固定値が強いのか、何が強いんだろう、ユナのバーストスキル、これか、これがバースト時、風弱化ではすごいか、あ、固定値が良さげな感じがしますね、なんとなく固定値が良さげな匂いがするんで、ちょ、固定値で行ってみますか。で、風、固定値、これも風、固定値、えい。で、防具は135についてんのか、いや155にしたいけどコルがねえよ、90万でしょこれ、外す、全部外すといくらかかるのこれ、ちょっと待って、1個外すのに、うわ、コル稼げてくればよかった、5万か、5630、あ、いけるいけるいける、あ、でも待って、155も外さないといけないのか、こう5630、60万、90万かかんのか、コルがねえよ、あ、72層始まったんだ、まあ135でいこう、うん、攻撃避けながら頑張ろう、で風強化なので、これでいこう、でこれでキリト条件を満たす、パーライズ4入ってる、回復欲しいけど、ここは、あ、これも風強化なのか、でもあれがいいな、リズベットの人魚姫、おてんばじゃねえや、これなんつうんだっけ、ラブリーマーメイド可愛い名前しちょるねラブリーマーメイドで、槍の、風のバースト、これ、あ、これスイッチ枠じゃねえや、こっちじゃねえ、こっちで、多分コネクト打ってる余裕がないと思われる、多分コネクトとか悠長に打ってたらおそらく死ぬので、コネクトは外していきましょう、これも全外しで、これ風の槍で、これを入れよう、これ鬼バフ、これね、烈風撃鬼4バフ、風属性ダメージ上昇の鬼バフと、風属性 弱化4デバフ、それに強撃なんで、これが入ってると、あとは、バースト満たすのに、ね、このシャフトがいいんですよね。これを入れるか可能、うん、一旦これ入れてみよう。ちょっとモーションが早いんで、あとこれもモーションがなかなか早かった気がするけど、やっぱ消費 SP と、消費 SP8 でクールタイム4秒なんで、ほぼアクセルのように打てるといったところで、まあ、それで、まあ、こんなものでいいでしょう。
セットチェンジとかちょっとあの高度なことやってる余裕がなさそうなので、まあ、とりあえずまずはセットチェンジなしで行ってみますか。で、あ、そうだ、槍のモッドの中身を、変えましょう。これじゃあちょっとダメ。セイローランサーとかやってる余裕ない、やってる余裕ないっつか、セイローランサー関係ない。で、ここに、槍の、どれだ、あれカオススティーグってクリティカル、あ、まあいいや、クリティカルは考えないでいきますか。あ、ちょっと待って、ちょ、手持ち、あ、スマホ、私のスマホで、カオススティーグの画像どこ行ったっけ、カオススティーグ、ちょ、今調べてます動画ずーっと、ま、ずーっとさ、動画さ、こういう時間さ、編集で削ってたけどさ普通に調べてますとか言ってよ、知ら悠長に調べてますからね。あ、流血か。そしたら流血対策もしないといけないか。これ流血で殺されちゃうよね。ってなると、でもパワーライズ4はあった方がいい。このリズベット外したくないけど、外すか。え、でも流血でしょ。一旦出血の体勢でつけてみるか。で、出血、あ、でも固定値あ、外れちゃうな、いっぱい困ったな。でも出血はちょっと欲しい。多分ね、出血体勢入れて、出血ちょっとでも食らうと瞬殺される可能性が高いんで、ただでさえダメージがやばくて、ただまあやってるうちにもう出血耐性あるなしかかわらず瞬殺されるじゃんと思ったら、ちょっと途中から抜こうかなと。え、こういう感じで、で、これね、クリ率意味ないね、うん、意味ない。で、あ、そうだ、槍のモッドの中身どうなってっかな。出血、あ、ちょっと待って、出血、敵を出血にしないとこれ強くないのか。サチ2枚以上、あ、これがサチ、忍者サチなんで、敵を出血にするとか、そんなことしてる余裕ないぞ。もうバーストでいいや。まあとりあえずバースト主力なんで、こっちはまあ、あ、これ出血の敵に、あー、で、槍で、こっちのタコ揚げ、お正月タコ揚げて駒を回して遊びましょう勇気が、うん、タコ揚げ、タコだよね、これタコソーリングカイトなんで、これ多分スイッチ力上がるやつな。クリ、あれ、こいつクリ、カオススティーグってクリ耐性どれくらいあるんだろう。クリ耐性が 250% あるけど、ブレイクがないんですよね、確か。なんで、でもこれ入れますね。で、本当は、まあ、敵に出血入れたいけど、あ、待てよ。これさ、ここに、これ入れればいいんじゃね、これ。こいつだよ、こいつ。スイッチ押し押し命中時、敵を出血にする。あ、これいいじゃん。そしたら、これの1枠は回復にしようかと思ってたんですよ。これスイッチで使用し命中時、自身最大 HP の 10% 回復ってあるんですけど、こっちにしましょう。出血状態の敵に対して攻撃力 30% 上昇。これだ。こっちにしよう。で、これで、やっていく。で、これで槍セットは完成。これどっか一旦、枠がなさすぎる。一旦どっかにちょっと保存したいけど枠がなさすぎる
枠がなさすぎる。スタン、何ね、出血体勢入れる、出血体勢入れる、出血体勢を、出血体勢がない、出血体勢を入れる。こっちは、待って、これさ、弓でもバースト使って削るんだったら弓もさ、あーでもし、でもな、弓のバーストを入れたいんですよ、これサイクロンショット。もう懐かしい、俺これ始めたての頃これでストーリー頑張ってたわ。まさかまた使う日が来るとは思わなかった。なんかね、大好きなんですよ。もう ほぼ使わなくなったけどね、めちゃくちゃ思い入れのあるスキルで、ほんとな、使わなくなったな。裏セット勝負シオンバフ、勝負シオン筋力増強とか、なんかでもこそんなこと、そんな悠長なことして、あ待って、これクロスファイヤー全体攻撃スイッチ76、あこれいいんじゃね、これいいんじゃね、風でモーション速いやつがいい、風でめっちゃモーション速いやつがいい。これ死んじゃいそうなんで、これ打ったら打ちたいけど、これは HP 減るけど三河氏が入って、三河氏って誰やねん。プロジェクションマッピング入れるか、バンバンでいいんだよな、これバンバンでいいんだよな。でも単体、いやこれか、いや、どうしよう、これ出血、出血、いや、弓セットは火力じゃないくていいや。スイッチ溜まるやつで、レインは遅いな、これは、フラックス遅いな、遅いな、あこれ遅いな、どうしよう、遅いのしかない、遅いのしかない全体攻撃で速いやつがいいんだけど、まあいいや、とりあえず一旦、この、弓にですね、スタッ、これね、マイナスってか書いて、これで検索するんですよ。そうするとほら、ミチャージ時敵にかかっている1枠、よし、これがミチャージ時じゃない、1枠、まあ1枠ずつか、まあいいでしょう、うん、これをスタ削り入れます。あれマイナスで、あれ俺マイナスで検索したよな、さっき。よし、これで。なんか1枠いいのあるかな、なんかある、なんかさ、サポート的なさ、なんか、なんもねえな。なんもねえ。あ、これ。これで運よくザコを倒して回復する。まあ、申し訳程度に入れとくか。これで狩ることなさそうだけど。こっちは、回復、あ、でもこれ五兵再利なんで、こっちは出血の敵に、あ、これいいじゃん、これいいけど、超回復シリカも、なんか、捨てがたい。いや、超回復シリカ入れた方がいいな。超回復シリカの、ここはちょっと火力出しに行かないで、出血耐性でしょ。これが、回復、裏セット回復と防御に徹する感じでいきますか。残攻撃弱化の方がいい気がしてきた。自動回復1枚だけ入れるくらいなら、残攻撃、残
攻撃で入力させてくれ。あれ？残、残、え、残じゃないの？敵の残属性の敵、あ、残、残撃、あ、違う。これか？残プロテクトか。残攻撃弱化はデバフか。あ、本当は俺スティラちゃん大好きなので、スティラちゃん使いたいんですけど、こっちの方がとつってて、軽減率がわずかに高いんで、まあ、こっち採用かな。もう残攻撃弱化他にないよね。あ、残攻撃弱化じゃない、プロテクト。残プロテクト、これ残プロテクトの。流血だけかな、状態上。流血だけか。スタンとかないの。あれでスタンあったら凶悪すぎるだろ、さすがに。よし、これでいってみようか。このクロスファイヤーがね、火を吹きますね。クロスファイヤー。やっぱクロスファイヤーなんですよ、時代は。これで、風、強化。で、小春は、刻印が乗らないように、ちょっと遅めの、片手込んで、うん、制服小春が良さげだな。多分他の、ユナ刻印とか打っても、ユナ刻印だったら大丈夫かな。ユナ刻印ちょっと試してみるか。ちょっとやってみるか。ちょ、エギルジム、エギルジムじゃないんだよな。もうクラインジムになっちゃってさ。なんでエギルジムじゃねえんだよって思うんですけど。いつからそうなった？もうなんか、いつだったか俺ツイートした気がするけど。いつからそうなったとか言っちゃう。あー、まあスイッチためめんどくせえなあ。突風でいってみるか。これスイッチが、お、74弾あるか。これどれくらいたまる。お、これでもうあれか、たまるんだ。これさ、どうなんだろう。これさ、実戦だとさ、あ、俺何、じゃあこれか。じゃあ小春頼む、頼むぞ。あー、乗っちゃったー、乗っちゃったー。乗っちゃダメなんすよ小春さん。乗ってはいけないのでこれですね。で、攻撃力上昇、あ、これ違うか。残攻撃弱化、あ、残攻撃弱化あるじゃん。やった、残攻撃弱攻全体じゃないよね。あー、まあ、ストーンゴング鳴らせ、ストーンゴング。あのさ、ストーン、これさ、コングだと思ってる人いるんだけど、これゴングですからコングじゃねえから、ドンキーコンガじゃねえから。あ、これ回復、いや回復はいいや、どうせ瞬殺されるから。ビーチボールスマッシュ、いや、このフェイント、いや、防御も上がる、こっちかな。いや、これでいってみよう、これで。よし、これでいこう。もうこれで倒せなかったら、ちょっとあの一旦やめて、ちょっともう一回あのリトライ。今動画が始まって19、え、もう19分経ってんのこれ。で、最初にちょっと動画撮った、もうすでに30分ぐらい経ってるか。まあいいや、これで、あと10分ぐらいやって倒せなかったら、一旦、ちょっと切り上げて、カオス195からちょっとトライしていきましょう。イメージトレーニング、やりますか。星1、ストモビと、あ、これが、バーストだから、先に打ったらいかん。これは、火力用で、これで、なんかよくわかんないけど、ちょっと適当にノリで、オートタゲはオンでいいよ。確かボスタゲって、ボスをタゲってやらないと、あかんやつだった気がするので、でも応急結晶多分使えるっしょ。まあいいや、別に死んだところで、
全然倒せなかったところで、このゲームね、デメリットがないどころか、むしろね、あの死ねば死ぬほどね、あの帰還すればするほど、あの実績達成でジェムがもらえるっていうので、まあ、時間は過ぎてはいくんですが、まあ挑むだけただと。これ確か出入り口の反対側まで行って、でそこから始めた方がいい。あ、怖い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 、待って、生き残り、これさ、あっ、あっと怖い、あっ、あ、ちょっと追従、あ、ちょっと待って、これ追従オフにしよう。あ、あ、何これ、何これ、やめて、やめて、怖い怖いよ怖い、これね、追従オンにしたら死ぬ可能性あるわ、これ。待って、あ、でも案外死ななかったの、多分出血耐性が効いてるのか。オートターゲットオンにし、追従オフにしよう。よしよしよし、行こう行こう行こう、よしあー、やべ、ハラハラする、やべえ手が震えるぜ。じゃあこっち行きます。なるべく出入り口とは反対側まで行った方がなんかいいですよね。よし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 、避けながらゆっくり。あー、待って、これ怖い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 、ちょっと待って、よし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 、いけ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 、あー食らう、あ、そこそこ食らう。で、バースト打った直後は無敵なんでしょ。よし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 、小春いけ、あー、なんで小春、あー、本田さん、あーって、あーって、あーって、あ、あ、あ、殺される殺される殺される、ちょっと殺されるって、待って、モブも当たれ、あ、少しいいな、はい、よし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 、はい、あ、モブが一匹死んだのかな、なんか楽園みたいなのがマークが出てる、よし、あ、よしよしよし、いけ、小春の刻印が乗る、いけ、おし、あ、結構いいな、これ結構いく、結構いくな。ちょっとね、覚醒がもったいないんで使わないようにはしてるんですけど、これどうせすぐ死ぬし使ってもいいか。あっと、これだけ食らってもまあなんとかなる。よし、スイッチ、小春刻印頼む、死ぬって、待って、こ、殺される、ちょっと待って、殺される、ちょっと待って、やめてやめて、殺される、やめて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 、やだやだ、死にたくないよ、死にたくない、まだ死にたくない俺は、どこ行くんだお前こっちか、こいつか、くっそ、ちょっと待って、回復しよう、回復回復回復、ちょっと逃げ回って回復して、回復して超回復シリカール、よしよしよし、あ、待って待って待って、あ、回復セットだけどし、きついきつい、待って待って待って、あ、ちょっと、あ、これいいじゃん、これ動くのいいじゃん、あ、待って、何これ、何これ、避けらんない、え、強すぎる、待って、ちょっとやめてやめてやめて、死んじゃう、ちくしょう、ちくしょう、待って待って、やめて、あー、やめて、あー、やめて、いや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 、あ、裏セットスイッチじゃないじゃん、あれ、待って、くらえ、よしよしよし、刻印乗った、あー、気持ちいい、あー、怖い怖い怖い、あ、回復し回復して、あー、あ、まだモブがいる、あ、やばいやばいやばい怖い、気が抜けない、一瞬だって気が抜けない、あー、死ぬって、この
殺す気か、まあ殺す気だけどボスは、あって、なんで壊れ、なんで今になって刻印打つの、ちょちょって出血意味ないじゃん、出血意味ないじゃん、これ 10% 回復のがいいな、もっと中身、あ死ぬ死ぬって死ぬって、待って死ぬ、あ死ぬ、あ待って、これあった、きついってこれ、厳しいって、うわー厳しいって、やばいって、やばい、あーやばいやばいやばいって、やばいって、あ逃げろ逃げろ、これ待って、モブ永遠に湧き続けるの、もしかして、あやばい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 、待ってくっかっ、待って、えいえいえい、もう星1しか打たん、星1しか打たん、あ待って待って待って、これあー逃げてー、いや待って、あ待って、バースト消えないで、小春刻印入れてくれよ、あ殺される、あっつ、あ待って、死にたくない、危ないって、よしよし、刻印刻印刻印になって、刻印入った、よし結構削れた、俺結構いける、結構いけてる、俺いけてる、俺いけてる、待って怖い怖い怖い、待って待って待って、やめて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 、あってこけ、やだ殺される、やばいやばい、あっ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 、何回殺されんだよマジ、何回死んだら、やばいやばいやばい、やばいってこれ、やばい、あバーストが途切れ、あば、あ小春国、あちょ、あそうだ、スタ削りしなきゃ、スタ削りしなきゃ、そうだスタ削り、スタ削り、これでスタ削って、でバースト打ちます、はい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 、よし、はい、スタ削り、あっあっ、殺される殺される殺される、スタ削り、あーちょっと待ってちょっと待って待ってくださいよお客さん、あーちょっと待って
死ぬやばっ、これ何なの。え、あ、ちょ、槍セットにもスタ削りレバー、エルレバーがあったか。あ、待って、なんでこんなことすんの。スイッチ、はい、よし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 、あー疲れた、よしよし、モブ死ねー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 、さっさとモブ死んでくれ、お願いだからモブ死ねー。くそ、スティッキー、いや、あ、やばい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 、あ、あ、モブ死ね、モブ死ね、モブ死ね、やっ、やっ、あ、あ、モブ死ね、おねげだー、モブ死ね、さっさとモブ死ね、モブ死ね、モブ死ね、モブ、よしよし、スタ削り、スタ削れ、スタ削れろ、よし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 、はい、よし、モブ死ね、モブ死ね、モブ死ね、早く、いい加減死んでくれモブ、もういいだろう、あっ、どこに逃げれば、あ、待って、あ、待って、あ、やめて、あっ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 、なんでモブこんな無限に湧くの、おかしいでしょマジで。あ、待って、殺さないで殺さないで、疲れるマジで、あ、モブ死ね、モブ死ね、頼む、モブいなくならねー、モブいなくならねー、あ、スタ削り終わった、よしよしよし、これから俺のターンだ、よし来た、よし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 、いける、よし、刻印入っ、あ、覚醒すんだった、おお、そろ、あー、でも、あー、覚醒、あ、回復しよう回復しよう回復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 しよう、あー、殺される殺されるって、待って、よし、あ、もうスタ削りはいいんだ、あ、うわ、ちょっと、あ、やばいやばい、あ、ここ、あ、違う、あ、ここ、あ、待って待って、覚醒なくなっちゃう、よしよしよし、あっ、あ、よし、あ、あ、あ、いけ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 、よっしゃ、いけ、あ、あ、バースト入れ入れ、バースト覚醒だ、あったー、いけ、いけ、あ、死ね、死ね、死、死ねー、あ、待って待った、俺が死んだ、でも覚醒使い切ったから、もういや、いや、死ね、
小春の体勢が整ってるの確認。いっけ、入れ入れ入れ、カットカット、あーカットまだ体震えてる、どうした、13分これで周回するやつバケモンだろ。あ、これ SAOIF クイズ完登したので小石大10個とね600ジェムです。あー、ありがてえ。いや、やべ、手の震えが、まだ手が震えてる、やべえ。あー、やばい、あー、びっくりした、あー、倒した、倒したー、何回も死んだけど倒した。あー、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。